えもう一つですねフィギュアスケートには関係ないんですけどまあ、僕も結構興味深い部分がありますのでちょっと速報をお伝えしていきたいと思います、えー、私もムスクさんよろしくお願いします、えー、ところで速報ですマコ、えー、様の旦那様の小室圭さんがアメリカのニューヨークで弁護士の試験に合格したということですねとても喜ばしいニュースですねおめでとうございますおー すごいですね、うんまあ、いろいろ物議になったりとか、まあ、いろんなちょっとね、なってましたんで、まあ、ちょっといろんな複雑な思いを抱えてる人も多いかと思いますけど、これはもう意地でも取ったんでしょうね、きっとね。うん、やっぱ世間の評価っていうのが、よくは、ぶっちゃけよくはなかったですからね。うん、でも、これを取ったら、もう結構見方変わってくるんじゃないでしょうかね。と、うん、とりあえずおめでとうございます はい。え、私も無職屋さんどうもです。かぶくんこんばんは。運動神経抜群のかぶくん羨ましいですえ、ジャンプもえスピンもとても素敵ですえ、スパイラルも女性選手みたいに綺麗にえ弓になり、えあ弓なりにそれてますねえ。お部屋がとても素敵で、照明も美しいので、まるでおとぎ話の王子様が踊っているようです。 うんまあ、このお部屋はですねちょっとイン,インドの神が潜んでいる可能性がありますね、はい、ところでエクササイズの英単語が間違っておりませんかえっ、ー、エクサあ本当だちょっと間違ってる可能性ありますねこれが正解だったようなあ多分ねちょっと間違えてるっぽいかもしれませんはい。 それからこのまま、宇野選手に関する速報です。えー、マリニンさんどうもです。宇野ワンチャンネル、翔馬くん、カナダへ荷造り。もうエマが気づいているね。うん。パムは風邪ひいたけど元気だね。あのワンちゃんは、まあ、スーツケースを用意しただけでですね、気づくことがありますよね。元気だね。パムはいつまでもホームステイなんだろうね。 うん、あいつまでホームステなんだろうやっぱりトレーニングしつけや避妊手術終わったらステファンのところに、えー、行くのかなファイブモフは庭で遊んでもにぎやかだなということで、はいまあ、そんなワンちゃんたちなんですがいよいよ宇野昌磨君カナダへ行きます跡、はい、部陽子さん えー、おかえりなさい、かぶくんこんばんは、今、東京から帰ってきました。で、その時の新幹線の切符は、空風様がおっしゃっていた、駅ネットで行ってきました。おー、いいですね。片道30%オフで往復買えたんですが、かなり安く行けました。往復で8000円くらい安く行けました。おー、結構安く行けましたね。かなりこれは、えー、いい。 いいものもの食べれますね8000だとなので、朝早い時間帯だったり、各駅停車の新幹線だったりしましたけど、8000円はとても助かりました、えー。6月に行ったファンタジー、静岡も東京から浜松までプラッ、えー、プラット5玉という切符で行ってきましたよ。 JR 東海ツアーズ、JR 東日本と違うから、発見にはちょっと戸惑いましたけど、事前にどこで発見するかネットで調べていきました。えー、時間はかかったけれど、こだまなんで安く行けて助かりました、えー。フィギュアスケートのチケットは高いですからね、うんまあ、そこで少しお金は結構浮きましたね、8000円ぐらいだと。うん か影、えー、さんどうもです。横レス失礼いたします。遠征お疲れ様でした。エキネットのネット予約の商品は、乗車前に事前に Suica などの交通系 IC カードと紐をつけておくと、切符を発見することなくチケットレスで新幹線に乗ることも可能ということみたいですね。なるほど。新潟県内でも新潟周辺ならば、首都圏や仙台エリアと同じく、交通系 IC カードが使える路線が多数ありますので、 持っているとより便利なものになりますので、ぜひ参考にしてください。ということですね。これは結構いい情報だと思いますぜひね、えっと、参考にしていただければなと思います。あとでようこさん、ありがとうございます。そうですよね。スイカを使っていれば、タッチでゴーでしたっけ発見しなくてもできるんですよね。今度、どこか行くとき、空イ様に聞いてから行こうかな。ありがとうございました。うん、はい、えー サラカエさん、もう一頭です。それと首都圏にお出かけの場合で、お出かけが土日になる場合は、週末パスというフリーパスもおすすめです。価格は8880円で、前日までの購入が必要ですが、駅ネットのサイト上で購入して切符の受け取りを当日に行うことが可能です。 えー、在来線もあちこち乗ることのできる切符なんでチケットレースは不可で必ず切符発券が必要です JR、えー、東日本管内の北東北エリアを除くすべての路線の普通列車乗り放題で別途特急券購入で、えー、新幹線や特急列車にも乗ることができます 例えば、上津本線は、酒田までエリアの対象です。私も土日に首都圏などに行くときに使うことが多いですということですね。まあ、今後、まあ、フィギュアスケートの試合会場に行くときなんかに、まあ、いろいろ電車とかも使うことあるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。エメリーさん、ありがとうございます。 とうとうシリアの戦いが本格的に始まりますね。えー、ドキドキワクワクです。えー、翔馬くんだけはハラハラドキドキです。えー、将棋のお話がありましたね。藤井聡太さんは新しい時代の棋士さんですね。うん。あ、棋士でいいのかな。えー、宇野家の将棋次長ですが、あ、棋士ですね。棋士さんですね。とにかくく君が、えー、強いらしく、翔馬くん、えー、将棋だけはく君に絶対勝てないということですね。なるほど。 うんえー、藤原馬子さんありがとうございます。私はフィギュアは詳しくはありませんが、えー、町田くん非常に好きです。うん。火の鳥は忘れられません。今でも頭をよぎります。あの時の突然の引退はショックでした。いや、ほんとピョンチャンまで行くのかなと思いましたからね。そこで羽生くんが出てきましたね。キーガンは日本人の血が流れていますね。えー、それは私も知っていますね。 日本が好きですとにこやかに笑っていました。いましたね。えー、爽やかで忍耐強い人だなと思っていました、えー時はえー。時は流れていきますね。カ、え、ブ、ー、君は僕は我慢しないと言っていました。一瞬笑ってしまいましたよ。なるほどと羨ましくなりました。今のカブ君を作り上げている原動力はそこにあるんですね。すごいことですよ。 これからもも楽しみですすいいつもありがとうございます我慢ね、しないですね。あの、我慢をするって先生とかには言うんだけど、実際にはしないことがほとんどなんですよね。うん。我慢だけはね、絶対できないですね。 うんえー、とゆうなややさんどうもです。かぶさんとうとうグランプリシリーズですね。そうなんですよ。冬が始まるっていう感じがしますね。ちょっと前までは、金、土、日とかで放送していたのにもと思いますけど、楽しみですね。確かに以前は週末結構放送していた気がします。えー、かぶさん、にゃんこ風邪ですか、えー、でも、かわいいくさみでしたね。さっきもちょっとくさみしてるんですが、ちょっとなんか、えー、とむ,む,むせた感じですね。うん えー、かおりんさん、ありがとうございます。かぶくん、こんにちは。いよいよシニアの大会が本格スタートですね。私の推しの一人ある坂本かおりちゃん、大丈夫かな、えー、大好きなこ、えー、郷土、えー、その子先生。うん。えー、っと、そうですね。ムチを打って、いやいや、カツをしっかり入れてくださいませ。ドキドキハラハラですよ。 翔馬くん、カナダに行かれますね。うん。いよいよ荷造りをしてます。エマちゃんチェックではなく、えー、チビパムちゃんチェックが入りましたね。えー、荷物の上にパムちゃんを乗せているうのワンチャンネルを見ましたが、この時パムちゃんマーキングしてないかちょっと心配はしましたが、しつけが行き届いているのが大丈夫でしたね。たまにね、そういうことあるっぽいんですよね。グレーのジャパンパーカーが一瞬、えー、米に見えましたと。米、なるほど。うん。 はい、まあそんな感じで準備に余念がありませんけどうん。マニュアル重視になり無駄を省く傾向が強くなっている理由として、えー、それだけゆとりがない世の中になっていることの表れではないかと思います。 確かに仕事を進める上での最低限守らないといけないことはあるので、ある程度のところまではマニュアルを設ける必要があります。しかし必要以上に縛りつけることは創造性を失わせたり、マニュアルで定められているルールに従うことが目的になってしまうと、改善すべき点を見失う原因になるので、バランスを考える必要があると思います。 今の時代、上原康樹さん、上原康樹さんのような方はとても貴重だと思います。上原康樹さんですが、定年のタイミングで NHK を退職して、岩手県の県議会議員にもなりました。定年後も、所属の議員として引き続き残る選択肢もあったということみたいですね。で岩手の自然環境を守るためという目的を果たすために出馬を決意したということ、自然環境を好きなんですね。 議員になることができたら条例づくりに携われるため、この道を進んだものと考えられます。えー、無所属での立候補でしたが、結果は約2 0 0 0万6000票を獲得し、トップの当選でした、えー。それだけ岩手県民からの大きな人気と信頼がある証ではないかと思います。えー、詳しくは2 0 2 0 4 1 0 4 1 6 J ちゃん岩手、この人に行きたい。上から議員 銀といいうう動画をご参照くだささ、うん、そして、えー、とマイク・バーティんんんどうもです、えー、君こんばんはキーガン・メシングさん、日本人とのクォーターのはずです。人柄のいい人で、また一人カナダ選手から名選手がいなくなり寂しい限りです。古き,良き時代の日本人の良さを残しているんでしょうね。現代の日本人も見習わなければいけませんね。 え松田敦樹さんの引退は本当に突然で驚きました。今やフィギュアスケート界の哲学者ですね、まあ、その後のの後プロの世界もかなりね。 あの面白い活躍とかをししてくれましたねスケア部では高橋大ちゃんのオペラ座の怪人が見られますねえ。それ楽しみですよ、本当、うん。シングル時代とはまた違った趣があるでしょう。え地上波で放映してくれるのかな確かにシングルの時もやりましたからね。よく放映しても関東圏のみという場合がよくあり、今や西日本に有力選手が多いのに。 ファンは関東だけではなく、日本全国にいるのにと憤慨することがありますねいや。本当ですよね。うん。でも昔は全国的に放送してくれてた気がするんですけどね。なんで全国送放送放映しないのか。なんで関東系だ,だけなのか。うん。まあ、お金の関係とかあるんでしょうかね。よくわかりませんけど。さあさあ、スケア部の始まり始まり。うん。もう本当始まりますよ。まあ、ベルギーだとちょっと、 あの夜中になっちゃうんで寝てる可能性がありますがあのペアからかな確かうんきっと今頃かおちゃんは極道をその子先生から何してんのあかんやないかとカツを入れられてんのかななら通常運転ですね面白いですよねうんでも三原舞ちゃんに対しても極道なのかなねえ あの坂本さんには極度な感じでいいと思うんですが三原さんにはちょっと優しい気がするんです。ね <laughs> わかりませんか分か、ね、すごい気になるんですよ、僕。うん、でもなんか三原さんもなんか怒られてましたよね、2人で話してて。うん、何そこでなんか2人で話してるみたいな感じで怒られてましたんで、うん、三原さんにはちょっと優しい気はするんですけどでも三原さんは多分自分自身が結構、あのーまあ、なんか心がね、結構やっぱ強いっていうかね、強いと言いますかね、あるので。うんでも 坂本さんも三原さんのようなちょっと感じの方がいないとやっていけない可能性があるんで2人がいないと中野園子先生の,その極道な感じを乗り越えることできないかもしれませんね、うん、だからなんかやっぱり2人でなんか切磋琢磨していくのかなっていう感じがしますけどうんはいまあそこに護谷歩美さんも入ってくるんでね是非頑張っていってほしいなと思いますはい えー、それではですね、まあ、速報も入ってますけどもこれで一旦動画を止めていきたいと思います。